いよいよ本編というか演奏方法についての説明をしていこうと思います。まあ譜面に起こして演奏を説明するのはすごくかったるいというか面倒くさかったんですよ。まあおたまじゃくしを下や上にもつけるとか存在していない奏法にこう記述していかなきゃいけなかったりとか、ただ実音出ている音だけでは説明しきれなくてですね、それでもうちょっとやってはやめて別のソフト探したり頓挫してたんですけど、まあこうやって動画で説明すると割と簡単なのかもしれないですね。3ピッキングなんですけど、裸で親指は裸か3ピックを使が使われてましたね。そのフラットピックを持ちながらやってるようなことはないですね。私はそう、これは基本というか誰でも知ってることですけど、私はそんなことでも特に知らなくて、こうピックを持って弾くようなスタイルでやってたことも一時期ありますけど、まあ当時フラットピックがあったのかどうかわからないですけど、ブルースマンたちはまあその両方しかないと考えていいと思います。裸か3ピックか。チャーリー・パットンやブラインド・レモン・ジェファーソンは裸タイプだったと私は考えてます。ロバート・ジョンソンは全曲3ピックだと思います。トラベリング・リバーサイド・ブルースっていうのはちょっと指弾きかもしれないような雰囲気があって怪しいなとずっと思ってたこともあるんですけど、まあ結論から言うと全部3ピックだと考えて全く問題ないと思うので、そういうふうに言っておきます。あとその他の指は人差し指しか使っていないと思います。証拠はないんですけど、確たる証拠はないんですけど、まあそういうふうに私のお得意の証言だとかですね、あとまあ音の感じ雰囲気とか、あと可能か不可能かとかっていうことを鑑みて、結論としてはほとんどのギタリストは人差し指しか使う、もう大流行ですね。流行ったのか、それともおのおの勝手にそういうふうに至ったのか知らないですけど、まあなぜ人差し指のみを使っているかというのはよくわからないですけど、まあ一番主要な指ですよね。親指にせよ人差し指、一番動くというかつまむのも基本で、そういうものを使って弾くことによって制服感というか弾きこなしてるというか、ものを操るのに一番満足感が得られたんじゃないかなと考えてます。まあ仮定の上にの推論なんで、そもそも間違ってましたなんてこともありますけどね。でもまあ一つ仮定することによって見えてくる景色っていうのはあると思うんで、まあその景色でもずっと眺めてるとどこかつじつまが合わない部分とか出てきますけど、まあ私のやってるレパートリーの範囲の中でおおむねこういう空論は違和感なく事実として積み上げていけてます。クラシックのギター始め現代の
った奏法で、ここをただ出す音と下の弦に向かって弾くという、より強く弾ける。まあ高音弦なら上の弦に向かって弾くという、そういう弾き方がありますけど、私が思うブルース世界の、音の考え方としては、ただの音とつまむ音、そしてこっちで弾くものも含めると、こう3箇所使うのが一番丁寧な音、一番手間をかけた音かけるという、身体を使って一番手間をかけるとか、そういう遊びというか、そういう価値観があったと思うんですよね。コードでも同じで、こう単音のコードダウンアップがあって、人差し指でアップ、それをこう両方つまんで弾くという方法、それとこっちも加えれば、これが一番手間をかけた音という、これが重要なところで使われる音として多用されていたと私は考えてます。あと、こうやってただ音を出すゼロプリングオフみたいなのや、タップと言われるのと同じですね。こういうただゼロのところから音をいきなり出す、こういうのって、ここから音が鳴る出どころじゃないですか。で、こっちから鳴ってるのとこっちから鳴ってるのっていうのは、その場所が違うから、こう疑似ステレオ感みたいなのが出ると思うんですよ。それはそういうモノラルレコードの時代に、ステレオ感を出そうという効果を狙っていたかどうかはわからないというか、あれですけど、そんなわけないですけど、まあライブというか生で聴いているにしても、こういう出どころの違う音を混ぜたり同時に鳴らしたりすると、ギター全体に音が回ったりする。ステレオ感以外でもそういう効果があって、しかもこう体を使っているという、わざわざこっちで出せばいいものをこっちを使って出すなどということで、身体全体を使うということもギターの弾く時の楽しみであったり芸であったりという意味も含めて、こういう体全体を使って音を鳴らしたんじゃないかなと想像しています。単音はこの英語で言うところの L と R の違いみたいに、トーンが違って、それによって役割が違った。コードを弾いてコードチェンジの隙間に入れるとか、隙間にこっちから音が出る、こっちでずっと弾いててこっちでパッと一瞬こっちからの音が出てくるとか、そういうことが立体的な構造になって、より深みが増す一因になってると思うんですよね。カインドハーテッドウーマンとかも、こっちのつまんで両方思いっきり出すっていうことと、こっちのスッとプリング5本、こっちから出してこっちで鳴る、こっからこっちへ、こういう立体感ですね。ロバート・ジョンソンがこうやって弾いていたかどうかっていうのは、あくまでも事実は分かりませんけど、私はこれほぼ確定的だと思ってるんですよ、この奏法は。なぜならロバートの中でこっちの音が出ちゃって、こういうトリルしたみたいに、こういう音聞き覚えないですか？こういう音が結構
混じってるんですよ。これ何だろう、どういう効果があるんだろうとか、いろいろずっと考えたりして、分からなかった時期もあるんですけど、おそらくそういうことだと思うんですよね。それでこう鳴らしたのに加えて、さらにこう手間をかけましたという3箇所からの音を出したりっていうことをいろいろ駆使してると思います。ロバートは意識的にものすごく小さい音とものすごく大きい音を一曲の間に混ぜ込むことをよくやってると思いますね。こうコードでうーんとこう両方をつまんで、で弾きながらこう、その後こうタップとゼロプリングオフみたいなのを交えながらこうやって弾いたりとか、こう。静かな部分に場面でもこういう音が鳴ってたりする、聞き覚えある人もいるんじゃないかと思いますけど、そういう部分が非常に多く見受けられますね。ウォーキングブルースもこうつまんでこうはじく、つまんではじくで激しい演奏の合間に、これこう、こっちの指でただこう弾いてるだけなんですけど、これは実音で鳴らすとこういうこの範囲の高音が鳴るだけなんですけど、これをボトルを使ってこうやって弾くと、なんか倍音を含めて鳴るんですよね。これは小さい音ですけど、確実に慣れな、うまく鳴らせば確実に届く音、確実に鳴るというか、そういう音を入れ込んでくる、こういう工夫が多く見られますね。それさっきのラグタイムの話だと、こう。との間にこれを入れるだけで速いパッセージも回せるっていう、こういうことも多くやられてきたと思います。まあこういう説明をこれからできれば曲ごとにしていけたらなと思ってます。まあこの辺で。